皆さん、こんにちは。ヒューでーす。お久しぶりでーす。お久しぶりです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？そうなんですね。まだ暑いですね。もう今年の夏が特にもっとこの暑さが長いじゃないかなと思うんですけれども、はい、もう先週、韓国は因縁のお盆だったんですよね。お盆だったんですけど、そんなに暑いのお盆は初めてです。そうなんですね。まだ暑いんですけど、皆さん、どうでしょうかね。今撮影しているところはですね、20日ですね、9月の20日の、夜、まあ、ほぼ6時ぐらいなんですよ。多分この、 映像を皆さんが見る時間は多分明日か21日か22日のどこかになると思うんですけれども、多分その時になると、まあ、2日後になると涼しくなるんじゃないかなと思いながら、お祈りしながら今この撮影を今しております。お祈りはですか？うん、そう、はい、もうそのぐらいもう暑くて暑くてもう大変だったんですよね、はい、じゃあ今日はですね、はい、撮影することになった理由がありますよね。はい、うん、本当に大事なお知らせがありまして、またお声かけることになりました。皆さん、なんだろう、なんだろう大事なお知らせは何ですか？そうですね、10月と12月に、10月は2つの単独コンサートがもう決まりまして、12月も1つの単独コンサートが決まりました、ということで今日はですね、皆さんに、このコンサートのお知らせをお伝えしたいと思いながら、この撮影をしております。じゃあまず10月の14日ですね、10月の14日は、月曜日ですね。そうですね、はい、北陸国際音楽祭ということで、はい、私たちが単独コンサートをすることになりました。14日の月曜日のコンサートはどの辺ですか？富山ですね、はい、クロスランド小矢部。富山です富山です。まあ多分こちら見えると思うんですけれども、はい、素敵なところ、富山もう素敵なところなんですよね。今まで私たち富山県はいたことないですね。いたことがないんです。そうなんですね、はいはい、もうドキドキしております。クロスランド小矢部というところの、メインホールで、10月の14日2時からのコンサートなんです。でも細かいことはですね、この、バックの方に、お知らせを皆さんに流すので、ご覧くださいね。はい、はい、写真でホールを見たんですけど、うん、とても素敵なホールじゃないんですか、うん、ですね、って思いました、まあ、結構広いホールなんですね、はい、富山県の近くに住んでいらっしゃる方々、 YouTube をご覧の皆さんの方の中で、私たちヒュー直接会える日なんです。はい、私たちも本当にドキドキしております。はい、ぜひお時間があれば遊びに来てくださいね。はい、特別出演する合唱団があるんですよね。はい、合唱団と一緒は初めてなんですね。そうなんですね、国立国際音楽祭特別合唱団ということで、はい、この音楽祭のために集めて、くれた皆さんの合唱団です、はい、この合唱団の方々と2曲ぐらい一緒に歌うんですよね、はい、翼をくださいと、うん、花は咲く2曲一緒にコラボして歌うことになりました。お楽しみに。じゃあ富山県の近くのところに住んでいらっしゃる方々はぜひ遊びに来てください。ちょっと遠いところでも、東京からはちょっと遠いんですか？ちょっと遠いんじゃないかな。結構東京でもたくさんの表の方々いらっしゃると思うんですけどそうですね、実感が結構ゆっくり実感ができる余裕があります。方はぜひコンサートで会えたらいいなって思います。はい、待ってます。はい、次のコンサートの情報を皆さんに、お知らせします。何日何曜日なんですか？10月の18日金曜日の午後16時30分スタートのコンサートで、第1回リバプール音楽国際音楽祭ということなんです。はい、音楽というところはどの辺ですか？知らないでしょ、はい、福岡県ですね。もう皆さんご存知だと思いますけれども、はい、福岡県の音楽で国際音楽祭をすることになって、リバプール音楽国際音楽祭でヒューが単独コンサートをすることになりました。結構ヒューのコンサートのために、うん、結構遠いところから来られる方々が、うん、結構いらっしゃるから。そうですね、今回は14日のコンサートと18日のコンサートがあるから、2つ全部来ることはちょっと難しいと思うからちょっと近いところに
選べるんですよね。もう1回も行こうってことは、うん、とても嬉しいことなんですけど、うん、でも今回は近いところを選んで来てくださいね、はい、ということでしょ。コンサートがあるからぜひ遊びに来てください、はい、場所はですねサンリアイハミングホールなんです、うん、もう場所は全部バックの方に流しますので、じゃあここもですね特別出演の皆様がいますね。でリバフロー音楽国際音楽祭の特別合唱団の皆さんです。一緒ですね、はい、ここも合唱団の方々と一緒にステージをすることになりまして、はい、それとありがとうございます、はい、それと14日と18日の、うん、コンサートの中で一緒にコラボしてるとっても素敵なピアニストさんがいますね、はい、実はですね水上弘子さんという方なんですけれども、はい、この2つの国際音楽祭は水上弘子さんの招待で私たちが出演することになりました。本当にありがとうございます。本当におかげでありがとうございます。すごく楽しみにしてます。富山とですね音楽の皆さんに出会うことが本当に、まあ、嬉しいです。もう3週ぐらいですね、これから今から3週かなとの話なんですけれども、皆さん音楽や富山の方にぜひ皆さん遊びに来てください。はい、はい、待ってます。はい。じゃあ次はですね、12月のクリスマスコンサートの件なんです。12月の6日なんですけれども、ヒュープレミアムコンサート for クリスマス2024ラブソングスという長いタイトルのコンサートなんですけれども、はい。もう短くにしたらヒュークリスマスコンサートということに、そうですね、思っていらっしゃればと思います。そう、12月はもうクリスマスのシーズンだから、はい、そうなんですね、クリスマスのソングやラブソングまでいろんな、うん、本当にヒューヒロギーちゃんとしての音楽を皆さんに、うん、お届けしたいなと思います、はい、まあ、このコンサートもですね東京 の品川にあるですねキリスト品川の教会教会でやることになっております。このコンサートのお知らせもバックの方に今流しているんですけれども、皆さんぜひ、お時間のある方はぜひ遊びに来てください、はい、ヒューと一緒に素敵なクリスマスを過ごしましょう。はい、もう夢みたい。今日はこの3つこの3件のコンサートのお知らせを皆さんにお伝えしました。じゃあまあ、これで終わるということになると寂しいでしょう。私たちがですね実は2ヶ月前ぐらいに、チャンネル登録者が6万人突破しまして、6万です。あ、6万ですね、うん、これ6万人って欲しいということなんですね、はい、早く6万人になりたいってでしょ、はい、すみませんでした、はい、5万人突破しまして今のところは5万2000人ぐらいなんですけれども、5万人突破の感謝を込めて、皆さんに、一曲をなんか作りましょうということになって、笑ってよ君のためにこの曲をお届けしたんですよね、はい、でこの2つの、まあ、バージョンで今日は私たち の日本の活動のきっかけになった曲千の風になってをちょっと新しく編曲し て皆さんにお届けしたいと思いました、うん、でそれで、このお知らせが終わってからは、私たちが作った苦戦の風になってを皆さんにお届けしたいと思います。お楽しみに、はい、では皆さんまたお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。あの
たっています。空を吹き渡る。